ダークソウルにはたくさんのバグがあります。その中には再現が非常に難しいものがいくつもあります。難易度ゆえ解説動画が存在せず使われていないバグもあります。今回はそんなバグを3つ紹介しようと思います。あまり有名ではないものが多いのでぜひ楽しんでいってください。まず1つ目は万能鍵なしで飛竜の谷へ行く方法です。祭祀場からドナールのいるところまで行きます。そしてここから壁に向かってジャンプします。視点がデスカムになるのでプロロしましょう。マップの外を走り抜けますが、壁側に行き過ぎると死亡判定があるので足場のテクスチャの境界を走り抜けましょう。落下制御を使ってから上り坂の中腹で壁に向かって走り、崖際からジャンプして着地した瞬間にプロロします。復帰したら左側に行きます。そして適当な位置で再び落下制御をかけて斜め上方向に走ります。崖から滑り落ちるギリギリのタイミングで斜め方向にジャンプして地面に着地した瞬間にプロロしましょう。これで万能鍵スキップは成功です。このバグの難しいポイントはジャンプのタイミングと角度です。適当な角度でジャンプすると死亡判定に引っかかって即死します。ここのジャンプポイントも同様でジャンプする前に死にます。最後のジャンプはさらに凶悪でジャンプのタイミング角度が両方ともシビアで難しいです。左右どちらにずれても失敗します。もし着地できていてもプロロ明けに落ちる場合もよくあります。このバグはダークソウルのマップのつながりが狂気的なまでにしっかりしていることがよくわかるバグですね。ちなみに無理やり谷の下に落ちれば闇村に行くことも可能です。次に紹介するのはアルトリウスの AI を止めて殺す方法です。事前にムービーを見てからアルトリウスをスキップしてウーラシール市街へ行きましょう。ムービーを見る理由はこれをしないとアルトリウス本体が出現しないからです。必ず見ましょう。アルトリウスのスキップ法は何個かありますが、今回は簡単な中ロリを利用した方法でいきます。深淵の穴まで来たら逆走しましょう。特に言うこともないですが、見えない体や霧の指輪を使うとより安全ですね。逆走してきたらゴーが閉じ込められている部屋方面へ向かいます。そしてここのアイテムの落ちてるポイントの崖からジャンプすると対岸に飛び乗れます。さらにここから建物の内側へ飛び乗るとアルトリウスのボスルームに行けます。これでアルトリウスを好き放題に殴ることができます。やったぜ。このバグの難所は対岸へジャンプするタイミングがシビアであるということです。全く同じ位置から同じ操作をしているつもりでも2割ぐらいの成功率なのです。そもそもこんなことをしなくても弓があれば外から殺すことも可能だったりもします。なので
一見使い道のないようなバグに思えるかもしれません。しかし、RTA では、この技を短縮要素として使用することも可能です。これを使うのは NG プラス全ボスというカテゴリで、いわゆる2周目以降の全ボスを殺すルールですね。2周目以降になると、DLC エリアは、正規の方法で入らないので、ウーラシール市街から入るルートになります。こうなると聖獣を倒すために、ロングワープというバグを使う必要が出てきます。これを使うと、入り口までワープすることができるので、聖獣を倒せるのですが、そこから、王家の神殿を走るよりは、ウーラシール市街に帰って逆走して、アルトリウスを倒すのが最速となります。個人的に、このバグのセットアップの需要は、今一番高いですね。最後に紹介するのはクラーグスキップです。アルトリウススキップと同じように、事前にムービーを見ておきましょう。まず闇村から最下層方面ルートを逆走します。道中の敵は邪魔になるので処理しておくことをお勧めします。ボイドの切り手前まで来たら、壺が3つあるポイントで、壺を割って、松明の付近に近づきます。すると、視点がレスカムになるので、バックステップをしてからさっき来た道を帰りましょう。落ちると死ぬ可能性もあるので、ゆっくり降りていきましょう。今回は使っていませんが、落下制御を使うと死ぬことはありません。一番下まで来たら、クラーグの住居へ行きましょう。ここら辺は操作に慣れていないと敵に殺される可能性もあるので、自信がない人はあらかじめ処理しておくといいかもしれませんね。クラーグの住居まで来ると自分の位置がわからなくなりますが、スティックを前に倒せば進めるので問題ないです。クラーグの体力バーが出たら、総門の盾やサンクトウスなどの体にオーラが出る武器を装備して、自分の位置を確認しつつ、左斜め前に進みましょう。体が動いてないことを確認したら、少し戻って、左に体の位置をずらしてから、また前に進みましょう。体が引っかかることなく、まっすぐ進んだらプロロして戻りましょう。これでクラーグスキップは完了です。もし霧の前に戻るようなら、失敗なのでまた一からやり直しましょう。注意事項ですが、器を持っていない状態でここに来て、かがり火に座ると戻れなくなるので気をつけましょう。このバグは、デスカム視点による長距離移動や位置がわからない状態でボスルームを抜けるのが難しいです。倒すボスを最小限にしたいというこだわりのある人以外は、あまり実用性はありませんね。結論、普通に倒した方が早い。以上、難しいグリッチ参戦でした。難しいので再現するのは大変ですが、もし気になったら試してみてください。そして、安定する方法を見つけて報告してください。お願いします。今回は、
ここまでです。また、次の動画でお会いしましょう。